北京のノミ宮の額に書かれた満州文字、漢字、チベット文字、モンゴル文字、チベット文字は、チベット語、ゾンカ語の表記に用いる文字である。インド系の表音文字であり、左から右へとづる。わずかな変更を加えて、チベット系諸言語や、チベット仏教を受け入れた地域の言語の表記にも用いられる。起源は、古くは、ブラーフミー文字に遡ることは確かだが、 ブラーフミー文字のどの編集が直接の起源となったかは、ナーガリー文字、グップタ文字、ネワール文字など小説ある。伝承によると、7世紀中頃、ドバンの孫前安保がインドへ役人を数名へ派遣し、トンミサンボータが数名のインドの仏教像と共に作り出したとされる。長い歴史を経て、表記と発音の乖離が極めて激しいのもチベット文字の特徴と言える。 そのせいもあって、ラテン文字に転写する方式は統一されておらず、複数の方式が併用されている。チベット文字は数のように元字の前後上下に補助的な字母を付加し、それぞれの音節の発音を表現する。ただし、前後上下に用いられる字母の種類は限られており、またその大部分は発音されないため、それほど複雑ではない。各音節はによって区切る。 上から五段目までは縦横ともに音声的特徴の意味を持った配列になっている。辞書の配列は各段ごと左から右の方向である。各記事の発音としてラサ方言の発音を示している。単音節の成長は高表情と低表情をそれぞれ赤と青の背景で示した。以下の二点に注意。なお母音だけの音を表現するには一番後ろの 無音化字母を使用する。かっこ、ないの表記は、死ン児の区別の都合上、チベット語のラテン文字本字方式である、ワイリー方式で採用されている、古典気の発音に由来する表記。元字のみで、a を表すため、4つの母音記号がある。なお、母音、a a u u o o の三つは、バッシオンで、このいずれかを後続すると、それぞれ、Y に変化する。全知事に用いられる文字は、の五つ。基本的に、死も、術の常設時と同じ働き。の二つは、常設時のと、同じく、第三列の死因につくと、直前に微音を挿入する働きをする。常設時は、の三つであり、一定の元字を呼び言う足字について、言等当を作る。 1> 第1列の元字を呼び有足字についた場合、発音が変わらない。第3列では無機音が、第4列では成長が高平となる。以下の表は、すべての例。仮説字は、の5つで、一定の元字につきあり足字を作る。一例、C、C、T、T、トラ、A、トラ、と、サ、ハ高知字に用いられる文字は、の十字。和、和、P。 これら4つは、成長をしさげ変化させる。は、そのまま発音されるか、消失して、母音超音化。は、基本的に音にならず、母音を公害化、超音化。微音、は、そのまま発音。は、だが、などの母音記号が付加され、二重母音を形成する。なお、の4つは、直前の母音を公害化するので、非公害母音。え、え、ゆ、ゆ、お、お。 の三つを、それぞれ、Y に変化させる。最高知事に用いられる文字は、のみ。発音されず、成長をし下げて変化させる。独自の数字を持っており、アラビア数字と同様の使い方をする。ただし、アラビア数字も現在では多用される。音節が複数の字からなる場合、まさしく読むためには、まずどれが元字であるかを判断しなければならない。母イン記号や、 常設あざ、仮説字がついている字があれば、それが元字であるとすぐにわかるが、そうでない場合は次のようにして行われる。文字数が2文字以内なら、最初の文字が元字である。これは、聖書法上の規則で、2番目が母音記号や常設あざ、仮説字のない元字で、その文字で終わる場合は後ろに、をつけるという規則があるためである。文字数が4文字ならば、 二番目の文字が元字である。文字数が三文字の時は判定が困難である。例えば、が、ドグスなのか、ダックスなのか、綴りから判断することができない。前置あざ、常設あざ、元あざ、仮設字の組み合わせと発音の対応関係一覧。基本端字は赤、発音と乖離が激しい表記は緑で示す。高表情と低表情は、それぞれ。 赤と青の背景で示す。母音、バシ音の表記と発音の対応関係一覧。成長を押し下げ、変化させるを、高校長と低小校長へと変化させる、の四字母は、紫で表示。二音節目の高表情化文字の成長に関わらず、二音節目の成長は高表情になる。二音節後の無気音化文字が有気音であっても、二音節目では無気音化する。 サンスクリット用の本字における対応関係は以下の通り、記述の通り、母音を超音化するには、を用いる。アイ、アイ、u エは、E、E、や O、O、オ、オの本字に用いる、E、O、オを重ねることで表現する。有声有気音は、エイチを仮説することで表現する。ソリジタ音には、死音、視察音の字母。 左右反転させた字母を用いる。チベット文字に用いるユニコードは U プラス0回00から U プラス0回回回である。文字、数字、句等点や宗教上の特殊な記号を含む。コンピュータ環境におけるチベット文字の取り扱いは、マッキントッシュではシステム7以降、Windows では Windows98 以降のバージョンにおいて入力、表示、チベット文字、 ラテン文字相互のテキスト変換の各機能が整った実用可能な環境が提供されるようになった。iOS でも4.2以降入力環境が整えられた。Windows、編集 Windows のチベット語キーボードの配列は以下の通り、赤字部分は右 ALT シフトで入力、緑やザ部分は印で示したキーを押して入力。Windows、 編集 Windows のチベット文字入力に関しては、上記の中国策定のチベット語キーボードよりも、ブータンが策定した以下のゾンカ語キーボードの方が合理的な配列、入力方式になっており、入力しやすい。Windows 8時点でまだデフォルトで組み込まれていないので、政府系サイトからインストールする必要がある。赤字部分は右 ALT で入力。詳細はこちら。 Windows、編集 Windows では、その他に、チセというフリーソフトを利用することで、チベット語のラテン文字本字方式である、YD 方式で、チベット文字を入力することができる。利用方法は簡単で、チセを起動させた上で、Shift、Space キーで入力切り替えをするだけで、入力可能になる。とは、カイラスさんの別名である、iOS、編集 iOS に、 標準搭載されているチベット語キーボードのレイアウトは以下の通り、左上のキーは文字の縦組み全般で使用する、左下キーを押して移行する、数字、記号モードでは書く。グボード、編集グボードのチベット語キーボードのレイアウトは以下の通り、左上のキーを長押しすることで、その他の記号類を入力できる。 チベット文字の検索サービスとしては、クモグラというサービスが中国で運営されている。ありがとうございます。